皆さんお元気ですか？よいしょ、かかじいです。今日はゴーヤのゴーヤでゴーヤゴーヤー何が面白いんだ、ということでゴーヤを種から育てます。よっしゃはい、ということでね、これがどうなっていくのか、展開が全く分かりません。かかじいゴーヤを育てんのが初めてでございます。でまずは用意したのが、はい、こちらおなじみのダイソーさんの2個で110円、めっちゃ安いゴーヤの種。普通の緑色だね、アバシゴーヤなんじゃねえのみたいな噂はお聞きしますね。からのホームセンターで買ってきた白ゴーヤ。白ゴーヤは加熱するとちょっとねしんなりしやすくって色も茶色くなって生がいいよみたいな話なので、サラダと火を通してで食べ比べできたら面白いかなって思いますよ。はーい、発芽をさせるのはこちら、ドン。これなんだっけな、セリアさんだったかな、で買ってきたちっちゃい容器です。これにまずは発芽の工程から始めましょうってことなんですよ。ドドン。はい、ってことでいろいろ準備をしてきました。まずはこちら、はい、お水からの、はい、ドン、剪定バサミからのドン、ニッパーからのドン、爪切りってことで何に使うのみたいな感じなんだけども、ゴーヤさんたちはこのまま種をまいても発芽まずしづらいっていうのがあるらしいんだよね。お水につけて発芽発根を促してからポットにまきましょうみたいなところがあります。でもってその際に種の角をちょきっとちょっと切るといいよっていう話もお聞きしたのでやってみようということですよ。3粒ぐらいずつかな、発芽に置いて一番調子のいい1株ずつを最終的に本植え付けするって感じだね。水にドブ漬けするとダメらしいんだよね。ってことで、はい、こちらティッシュペーパーサイズを合わせよう。あ、うまい、適当にやった割にはうまいね。はい、ここに水をパパッパーって染み込ませ、ティッシュ1枚ちょっと物足りねえ物足りねえってことでもう1枚。最近あの園芸関係で結構新しい方々がいらっしゃっててね、嬉しい限りなんですよね。さらにこれでちょっとつからないぐらいの微妙な水加減、あ、いいんじゃない、こんな感じ、ほらなんかいいね、あ、いいねいいねいいね、あ、いいんじゃない。ダイソーさんのゴーヤーさんからいきますよ。ゴーヤーさんゴーヤーさんゴーヤーさん、よいしょ、何つも入って、ちょっと待って、これまあ55円ですわ。55円で何粒入ってたかっていうと、まさに目的の3粒で、なんか尖ってるところって言ったから、これか、これ類をちょびっとだけ切る感じなのかな。先に白ゴーヤさんも見てみよう。ででねーん、お、こっちは倍入ってた。6粒180円、3粒55円。白ゴーヤちゃんは半分だけ使いましょうか。ポチッと飛び出てるここの先端を1ミリぐらい切るらしいね。緑と白、ここでね、こっちと白緑って感じで並べていこうかと思いますぞ。本当に先端だけ、ちょきんな、こんなんでいいのかな。あー、でもちょっと空洞がメートルかい、ほら、あー、メートルね。こうするといいんだろうね。で中のあの本体にはダメージはない。緑ちゃん、ニッパーの使い心地はいかなるものか。先端1ミリポチッとな。あ、まだもうちょいもうちょいもうちょい、あ、ちょっとやりすぎじゃない、大丈夫、ちょっと心配これダメなんで、あの砕く感じになっちゃう。うわー、やっちゃった、ほえー。3つ目はこれも100均だったかな、爪切り。あ、これこのアーチがいい感じ、先端1ミリポツッと、あ、いいねいいね、あ、いいねいいね、あ、はいはいはい、ほらほらほら、あ、私の爪が汚い。ということでこんな感じで緑ちゃんが並びました。この3種の神器脱落者は、でで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 で、ダーン。ということで100均のニッパーちゃんはちょっとね潰す感じになっちゃってあんまり良くなかった。はい、さよならに対してこの2つは非常に良かったですね。こっちはねこうアーチが
ちょっといいかなっていうのと、で切れ味も良かった。でこの摘取りバサミかな、この子はやっぱり繊細な作業が非常にしやすくて目視もしやすいしね、個人的にはこっちかなっていうので、残りの白ゴーヤちゃん、まずは1個目、先端1ミリがこれだと非常に確認しやすいね。チョキンナ、あいいね、やっぱりこれかな。おーほらほらほら、素晴らしいっす、素晴らしいっす、ふいふう。種6つ完了。もうなんかちょっと染み込み始めてるね。はい、ということで作業が全部終わりました。はい、いい感じじゃないですか。これでまずは発芽を待ってからポットに移植しますよ。はい、緑ちゃん、白ちゃん、よいしょ。はい、ということで今回はゴーヤちゃん、緑のダイソーさんと白の坂田さん、こちらをまずは下準備してみましたでした。はい、飼育運動極めましょうね。そう、カカジーは植物も飼育運動んーずっせさよなら、お元気で。ところがなんと発芽しませんでした。とほほー、はい、種が発芽しなかったということでリカバリーとしてじゃじゃじゃん、はーい、KO Day2 さんで買ってきましたよ。緑と白のゴーヤの苗、これをそことここの2箇所に植えたいと思いますぞ。ずっす、さっさポンと置いてここにそれぞれ穴を開けて植えてきますぞ。これね、ネギちゃんはなんかコンパニオンプランツとして植えとくといいよみたいな感じで聞いてたんで、とりあえず植えてキープしてました。はい、また植え直してね、やりましょうね。お、なんかバイクがブインブイン打ってるぞ。お、いいね、ご安全に。植え穴に水をたっぷりと注ぎ込みますよ。あ、またバイクが戻ってきたね。まずは奥の白ゴーヤちゃんから植え付けてきますよ。ポットからポコッと抜いて、お、根っこも回ってていい感じだね。よいしょっと、ちょっと根鉢が思ったよりかちっちゃかったんで土を戻してみました。まだ足んない。どんな感じ、こんな感じ。ここでちょっとカカジー気づいちゃったんだな。このツルは今カカジーがいる側にネットを張ってそっちにツルを伸ばしたいってことで、植えるところももうちょっと手前側に移動することにしましたよ。はいはい、ほりほり、まあ、ちょうどいい大きさにしてね。そう、このラインに植えることにしましたよ。掘り直したんで水も改めてたっぷりと、たっぷりとよ。ああ、いいんじゃないでしょうか。ほいたら植えましょうね。はいはい、土を戻していい感じにして、そう、向きはそっち、そうです、よしよし、いいんじゃない。お、育ちそうですぞ、いい感じ。はい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 。でネギちゃんだ、そう、コンパニオンプランツのネギちゃんを埋め戻します、植え戻します、ズボッと、いいですね。こっちはね、さっき思いっきり水入れといたから大丈夫だね。もう1本、まあ2本ぐらい周囲に植えておくといいかなって感じだね。はい、さ、深く深く深く、そうです、思いっきり深く、よし、いい感じだぞ。よしよしよし、これで白ゴーヤちゃんの方は OK じゃないの。さあ、水やりをしてついでに手も洗っちゃいましょう。たっぷりたっぷり水を含ませて育つんだよ、ゴーヤちゃん白バージョン。まだネットまで伸びるツルの長さはないので支柱をね立ててそっちに導いていきますよ。って風強、風強、何それ、めっちゃバタバタ言ってる。こんな感じで白ゴーヤちゃん植え終わりましたよ。で今から差し込んだ支柱にツルを誘引してみますよ。
ガーデニングクリップを使ってね、誘引します。こんな感じで上にビョンビョン伸びてもらうようにします。お、ちょっと巻きつける感じにしたかな。そうだね。はい、あ、いいんじゃない。お、いい感じ、いい感じ。はい、できました。白ゴーヤちゃん、うひょ。さあ、残りの緑ゴーヤちゃんも植えてきますよ。はい、まずはネギちゃんを一旦掘り返して、掘り起こして、こっち3本あったね。はいはい、オッケー。長っ、意外と地面深く刺さってたね。刺さってた植わってたね。はい、穴を開けてきますよ。手前側、手前側、よいしょ。はい、さあ、そしたらね、またその右側、奥側の、こっちから見て右側のエリアになんか植えられるね。はい、ということでそこに水を入れてきますよ。ジャバーって。思ったよか、穴はちっちゃくていいっていうのは白ゴーヤちゃん植えるので勉強しました。お、ちょうどいいサイズじゃないのこれ。緑ゴーヤちゃんをポットから取り出して、取り出して、お、根っこ回ってるね。よいしょ、はい、葉っぱを汚さないようにして持ち上げて、土を寄せて、お、さっきよりもスムーズだね。ちょっとやり慣れたね。オッケー、お、いいじゃないですか。キュッキュッってね。で、あれ、どれ、それ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 、支柱を立てます。で、ちょっと斜めらせてネット側に、お、来るようにして、もう今クリップで止めちゃいますね。どこがいいかな、ちょっとぐるっと回して、はい、クリップで止めました。子供の声が聞こえるね。はい、ぽーい。ほいたらコンパニオンプランツのネギちゃんも植えてきますよ。はい、深く、ネギちゃんこんだけ深く植わってたからね、これは思いっきり深く深く、よいしょよいしょ。お、いいんじゃない、もうちょっと、よいしょ。さあ、さらに深く行ってみよう、行ってみよう、よいしょ。こんな感じかにゃん。はい、おちょ、はい、寄せて寄せて、埋めて埋めて、植えて植えて、よし。鳥がピューピューチュンチュン鳴いてる、のどかだね。はい、もう一個、よいしょ、寄せて、たぐり寄せて、ラストの一本は緑と白の間に埋めてみますぞ。この日は風がとにかく強かった。土を戻して、 OK かにゃん、いいんじゃない、どう。はい、雑草抜いて、雑草抜いて、はい、よし、これも抜いて、水をたっぷりかけてあげて完了でしょうかね。いいじゃないですか、 OK、 この日の作業は完了って仮説よ、ふひー。さあ、仕上げに手前側にネットを張りますぞ。ずっす。使うのはこちら、じゃんと、ダイソーさんのガーデニングネット 180×180 ってところで、多分ちょうどいい。15倍速でサクサクっと見ていきますよ。はい、四隅をね、こうやってくくって、いい感じでネットが張れたんじゃないでしょうか。下から上までこんな感じで、ほら、ズズズイッといけるんじゃないの。オッケー、裏側はこんな感じ、よさげですよ。ということでネットが張り終わりましたぞ。オッケー、あとは成長してもらうだけだね。んずすんずす。この後は日々の成長を見ていきますぞ。さあ、6月の2日、植えてから1週間経過したんだけど、いやー、あんまり動いてない。成長してない感じ。やばい。やばい。とりあえずこまめにね、水の状態を確認して見てるんだけど、どうだろう、ちょっと草刈り機がうっさいな。すごいな。
6月の7日、さらに5日後だね。水をやりに来たけど、やっぱりあんまり芽が動いてない感じ。大丈夫かな？ちょっとくたってるしね。ほら、下葉が枯れても来てる。やばい、やばい。さらに2日後の6月9日だね。いやー、やばい、ちょっとくたって枯れてきてる。どうなんだろう、何かミスったのか。いやー、こらえて使わさい。さらに1週間後、いや、やばい、枯れる、死ぬかこれと思いきや、飛んで7月の10日、めてめて花が咲いてるの。うひょー、復活の儀。あ、蜂が飛んできた。ミツバチちゃん、花粉を、蜜を取って花粉を、これは実もつくのかな。あ、もう一匹いた。これは雌花、雄花、2種類あんだよね。はい、あ、上も。いやー、かいがいしいね。かわいい、ミツバチちゃん、かわいい。どこに巣があるんだろうね。はーい、さよなら。他には、どれどれ、こっちにも、ほら、おるおる。花も咲いてるし、ハチちゃんもいっぱいいるね。これなら実もちゃんとついてくれるんじゃないかにゃ。そこから18日経過。順調かなって思うんだけどね。いやー、復活してよかったわ。でもね、どれが雌花、雄花なのかは分からずじまい。そこからさらに13日後、ついに、あ、ついに、じゃじゃじゃーん、実がつきましたぞ。指サイズだね。かわいい、ちっちゃ。ここから大きくなるのかにゃ。いやー、第1号記念すべき、ゴヤちゃん、みどりちゃん、よし。そこから1週間後、たくさんのセミが思いっきり鳴いているね。この日は水やりに来て、水やった後かにゃ。これ葉っぱからね、水が滴ってるのが見えてると思うんだけど、葉っぱにもね、思いっきりかけてあげました。まあ、とにかく酷暑酷暑の日々でしたよ。そこから10日後、あのちっちゃい実はね、大きくならずに完熟までいっちゃいました。残念。ところがね、はい、ここここここ、これ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 、よいしょ、メートル、今奥にメートルよね。新たな実ができてるのよ。で、こっちなんかでっかくなりそうな気配がある。ほら、ほらほらほら、もうすでに大きい、なんかさらに膨らみそうな気配。いけるんじゃないのこれ。頑張れ、緑ゴーヤちゃん、大きくなれ大きくなれ、へへい。さあ、そこから2週間後、来た、ついにこの日がやってきましたよ。見てください、この大きさ。いやー、で、あの横丁の子はっていうと、ちょっと放置しすぎて、めて、ほら、完熟から。なので、この子からは種を取ろうと思います。開くまでこのまんま放置しておいてね、種をしっかりと取ろうと思いますぞ、来年のために。 OK。ではでは、この2つを収穫しようと思いますぞ。短い方はね、これ以上大きくならなさそうなんで、こっちも収穫します。さあ、手持ちでカメラを持ちながら、見事収穫の切るシーンは撮れるのか。パニックを起こしている、すごい映像になっている。もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっと頑張って、かかじ頑張って、指しか見えてない、指しか、そうそう、ちさ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 、そう、うまいうまいうまい。それでは、チョキンナ！よっしゃ、初収穫、ゴーヤちゃん、緑。はい、もう一個もう一個、短い方も。さあ、右手でカメラとゴーヤを持ちながら、保持しながら、左手でハサミを、そうです、そこです。よし、チョキンナ、パチンと、はい、2つ収穫完了しましたよ。オッケー。で、残念なお知らせなんですが、
白ゴーヤちゃんの方がね、いまだに実がつきません。取れた取れたって喜んでんだけど、緑しか収穫できず、白の方はなんかうまくいってないのかな。つるは伸びてんだけどね。うん、いや、いい色形だ。そして完熟ちゃんと並んで取ってみようか。ほら、こんな感じ。完熟ちゃんと大きい緑ちゃんはだいたい同じぐらいかにゃ。いやー、素晴らしいっす。完璧でしょう。ということで、今回はゴーヤちゃんの種まき失敗から植え付け収穫まで見ていただきましたよ。はい、シークンドー極めましょうね。そう、カカジーはゴーヤだってシークンドー。ザスさようなら、お元気で。トマトちゃん枯れまくり。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここです。よろしくです。